ペドロマフィアはバンドネオン奏者であり、ペドロマフィア楽団代表でもある。1899年8月28日生まれ、虐待する父親の元を家でして、パタゴニアなどで暮らしていた。カルロス・ガルデルに見出され、18歳くらいの時にロベルト・フィルポ楽団に入団した。1922年にファン・カルロス・コビアン楽団に入団し、第一バンドネオン奏者として、 注目を集める。代表のファンカルロス・ゴビアンがアメリカ合衆国に移住したため、楽団はフリオデカロ60相談に改名し、ペドロ・ラウレンスらと共にしばらく在籍する。1926年に退団して、ペドロ・マフィア楽団を設立した。この楽団最初のピアニストはオスワルド・プグリエーセだった。ペドロ・マフィアのバンドネオンの技巧は今でも高く評価されている。 ペドロ・マフィアが書いたバンドネオン教本は広く普及していた。単語黄金時代を代表するバンドネオン奏者の第一人者である。それまでの単純な奏法に高度なテクニックを開発しバンドネオン奏法を確立したとされる。1967年10月16日に死去した。ありがとうございます。